市民に対して徹底した10日完成を呼びかける第二次世界大戦中のアメリカ合衆国のポスター投下完成は戦時において民間施設及び軍事施設、部隊の灯火を完成し、伝統、ろうそくなどの照明の使用を制限することである。それにより敵が状況を把握することを防ぎ、また夜間空襲もしくは夜間砲撃などの目標となる。 ことをなるべく防ぐことを目的としている。その方法は変電所で送電を止める。中央管制ないし、統一管制と末端の利用者が個別に消灯社交を行う。自由管制ないし、かっこ完とに分けられる。後者では10日完成中にも電力が供給されるため、生産活動経済活動、市民生活を継続できるが、完成を徹底するために外部から。 監視、監督を行う必要がある。軍隊において、投下完成は一般的に行われている。夜間に照明を行うことは、敵に対し自部隊の位置を暴露することになるためである。具体的な方法としては、車両のヘッドランプにカバーを付け原稿する、ライトを下向きに設置する、肉眼にとって、白色灯よりも目立ちにくい赤色灯を用いるなどである。 個人用の懐中電灯にも参考用や車高用のフィルターや赤色フィルターを追加する場合がある。なお、現代では暗視装置の発達により光源特に可視光を用いずとも作戦を行うことが可能である。また、照明弾も可視光ではなく赤外線で照らす IR 照明弾が普及している。第一次世界大戦ではドイツの飛行船が夜間に イギリス上空に侵入してロンドンを爆撃したイギリスは対策として投下管制を実施したが当初効果がなかった夜間に自ら偵察を行ったところ周辺町村の投下の中で暗黒のロンドンが浮かび上がっていたことがわかり投下日管制の範囲を拡大してようやく効果が上がった10管制の結果爆弾の半数が死の郊外で何ら損害を加えることなく 投下されるようになった。ドイツで使われていた東下管制対応の電球民間施設における東下管制としては、特に第二次世界大戦におけるイギリス、ドイツ、日本などの例が知られている。主に都市への夜間空襲を防ぐために用いられた。東下管制を行わない場合、敵機から都市の位置がはっきりと視認できるようになり、 精度の高い都市への空襲を行えるようになってしまうためである。方法として窓をせいだり、照明に多いをつけたりした。10日完成下にある中で明かりが漏れてしまったためにその家が標的になったという証言や記録も残されている。しかし、これらの10日完成は第二次大戦においてすでに効果が低かったとされる。日本を爆撃した。 アメリカの B-29 スーパーフォートレス爆撃機は高性能のレーダーを搭載していたので、それを頼りに都市の市街地や目標物を爆撃することができ、イギリスを爆撃したドイツの HE-111 爆撃機やドイツを爆撃したイギリスのランカスター爆撃機はレーダーの発達していない時期から無線方位測定機器を用いて夜間爆撃を行った。 これらは精度に欠けていたため、アメリカは P-51 マスタング戦闘機や B-29 が偵察機として先導し、イギリスはデハビランドモスキート戦闘機を共同機として運用した。日本では1938年4月10日に10日完成規則が実施され、ポツダム宣言受諾後の1945年8月20日に全国の10日完成が解除されている。 1950年6月29日、板付飛行場を中心に、福岡、文字、小倉、戸端、八幡、佐世保の6市で投下日管制が実施された。1992年、湾岸戦争の際に、イラクの首都バグダードで厳重な投下日管制が敷かれたが、アメリカ軍の暗視装置や GPS 誘導技術などによる精密爆撃は著しく精度が高く、 ほとんど無意味なものであった。この教訓のためか、2003年のイラク戦争時には、積極的な投下完成は行われなかったという。1999年、北大西洋条約機構が、コソボ紛争への軍事介入、アライドフォース作戦を行った際、ユーゴスラビア連邦共和国の首都、ベオグラードで、投下完成が敷かれた。星名定時、空襲 95から98ページ漢方東京朝日新聞ありがとうございます。